ピクミン4は何度遊んでも面白いわね。一度クリアした後は連れ歩くピクミンの数を縛ってみたり、無理性クリアを目指してみたりと無限に遊べそうだわ。楽しんでいるようで何よりだ。ただそこまでハマったならピクミンシリーズの過去作を遊んでみてもいいんじゃないか。でも凶悪な生物がはびこるピクミン4を何度もクリアした私には過去作なんて簡単すぎるんじゃない。きっとすぐにクリアしちゃうわよ。確かに4には歴代の原生生物も多数再登場しているが、今作ではかなり弱体化している生物もたくさんいるんだぞ。本当？みんな強かったわよ。それなら今回はかつて凶悪すぎた原生生物と称して、過去作では強かったけど今作で弱体化した原生生物を6体紹介しよう。それじゃあ今回も、ゆっくりしていってね。まず1体目はクマチャッピーだぜ。クマチャッピーはピクミン、ピクミン2、ピクミン3、そしてピクミン4に登場するどう猛な原生生物だ。黒に赤の斑点とプルプルなたらこ唇がチャーミングだぜ。チャーミングなのは唇だけで生態は鬼畜そのものだけどね。まあな、ピクミン4でも序盤の地下洞窟から登場し、高い HP と素早い捕食攻撃で新米隊員たちを苦しめるぜ。ただ、本作には氷ピクミンや光ピクミンといった、強力な仲間たちが増えているので歴代ほどの脅威ではないんだ。十分強かったけど、過去作はこんなものじゃなかったの？その通りだぜ。まず、初代ピクミンでは普通の赤チャッピーよりも、耐久力が高いだけでなく移動速度が非常に速いため、後ろから攻めても即座に振り向きこちらを攻撃してくるんだ。しかも背中を壁や水辺に向けて寝るという、かなりいやらしい配置になっているため初代のトラウマ原生生物として、恐れられていたんだぜ。へぇ、ただのチャッピーの上位互換じゃなかったのね。ああ、そして2ではチャッピーにも関わらず常に起きており、特定の道を巡回してその道中の獲物を捕らえる、パトロール型の狩りをするようになったからな。そのせいで待機中のピクミンがいつの間にか襲われて全滅していたり、背後から不意打ちを食らうといった大事故が至るところで起きていたぜ。いやー、想像するだけでめまいがするわ。その上、生命力が強いのか倒しても回収しておかないと、一定時間経つと復活するからな。ピクミン4でも凶悪だったが過去作のクマチャッピーは、ボス原生生物クラスだったんだぜ。初代ピクミンって本当に難易度が高かったのね。続いてはダイオウデメマダラだ。ダイオウデメマダラは初代ピクミンで、ラスボスとして君臨しただけあって、ピクミン4に登場した個体も体力がとにかく多いんだが、序盤から狭いエリアにコンビで登場したりするんだぜ。まさかこんな序盤で出るとは思わなかったわね。びっくりしたよな。ただ、こいつもクマチャッピー同様大幅に弱体化されている上、リーダーが爆弾岩を常に持ち運べるようになったので、脅威度はかなり低下しているんだ。今作はアイテムがかなり優秀だものね。序盤で2体同時に出てきた時はさすがに苦戦したが、1体1体はそこまで強くないんだよな。しかし、ラスボスとして登場した初代ピクミンでは、たった1体でとんでもない戦闘力を誇っていたんだ。そんなに強かったの？ああ、他の生物を寄せ付けない圧倒的な大きさや強さ、体力を誇り、一度の攻撃で最大100匹のピクミンをまとめて捕食することもできたからな。じゃあ下手したら一発アウトってこと？そうだぜ、さらにジャンプに至っては凄まじい攻撃力も持っており、オリマーが食らうと最大体力の半分のダメージを受けるからな。つまり2回攻撃を受けたらゲームオーバー。その上、体力が異常に多いので下手すると日没による時間切れで、ドローに持ち込まれることも普通にあったんだ。しかし日をまたぐと体力が全回復してしまうため、当時のプレイヤーの中にはダイオウデメマダラと、数日間死闘を繰り広げたって人もいたくらいだぜ。もう全然レベルが違うじゃない。ピクミン4のダイオウデメマダラがそれだけ強かったら、クレームが大量に入りそうね。そうだな、だが死力を尽くしてこいつを倒した時の喜びは、一生忘れられないんだぜ。その思い出はちょっと羨ましいかも。お次はウジンコースだな。ウジンコってあの雑魚原生生物の？そうだ、初代から解禁症のウジンコは虫系の小型生物。普段は地中で過ごしているが近くを通ると地上に出てきて動き回り、尖った顎でピクミンたちに襲いかかるぜ。ウジンコねー。確かに数が多いと厄介だけど、背中を押しつぶせば一発だしオッチンさえいれば、余裕で倒せちゃうわよ。そうだな、4をプレイした人には雑魚というイメージしかないかもしれん。だが、初代ピクミンのウジンコはそれはもう凶悪な原生生物だったんだぞ。本当？まず、なぜか初代のウジンコは捕食行動中は無敵という、謎の仕様があったため一度ピクミンが捕食されてしまうと、完全に食べられる前に倒してもピクミンは死んでしまうんだ。食われた瞬間アウトなの？そうだ。そのため麦性縛りで遊んでいたプレイヤーにとって、最強最悪の存在だったんだぜ。また、歴代のウジンコには欠けた橋やスロープを、かじって壊してしまうという困った習性があったんだ。それはうざすぎる。しかも最初はいなかった場所でも何日か経つと、わざわざ橋の近くに新たに出現して朝から橋を壊すという、悪意ある配置で出現することもあるからな。
戦闘力だけでなく存在そのものが凶悪すぎた、原生生物だったんだぜ。知らなかった。あいつは虫の形をした悪魔だったのね。続いて4種類目は枯れハンボだ。枯れハンボはキクミン3とキクミン4に登場する。枯れ葉に擬態した虫でキクミンたちを見つけると、タガメのように強靭な釜状の前足を用いて襲いかかってくるぜ。枯れハンボは4でもかなり凶悪だったわよ。ものすごいスピードで接近してあっという間に捕食していくもの。恐るべき小型原生生物だったよな。だが、キクミン3の枯れハンボには4の枯れハンボにはない、凶悪な習性があったんだ。それが警戒心の強さだぜ。うん？警戒心が凶悪な習性なの？彼らは集団でいるピクミンではなく、運搬中だったり、フリーの状態でいるピクミンに狙いを定めて、襲ってくるという非常に凶悪な捕食手段を取るんだよ。はい。リーダーから離れたピクミンを狙うってこと？そうだ、しかも捕食速度がかなり速いので、気づいた時には大抵手遅れになっているぞ。凶悪すぎるでしょ。4では全然そんなことなかったのに。ああ、4ではリーダーの近くにいるピクミンも襲うようになったからな。ピクミン3の枯れハンボと比べたらかなり優しい方なんだぜ。これ4遊んでから3を遊んだ人はまんまとやられそうね。お次の5種類目はボケナメコだ。こいつは初代と4に登場したボケ野郎でキノコの形状をした悪魔だ。ボロクソ言うわね。そんなに凶悪な奴だった？ただ胞子を振りまいてピクミンを混乱させるだけじゃない。確かに4ではそうだった。混乱したピクミンたちはぴょんぴょん跳ねながら、ボケナメコについていってしまうが楽に言えばついていくだけだ。ボケナメコには他の攻撃手段はないし大した強敵でもないぜ。ただし、初代のボケナメコ、てめえはダメだ。なんで、同じボケナメコじゃない。全然違うぜ。なんて初代のボケナメコが振りまく胞子をピクミンが食らうと、混乱するのではなくキノコピクミンに、変貌してしまうからな。キノコピクミン、そうだ、この薄気味悪いキノコピクミンに変貌してしまうと、オリマーの指示を聞かずボケナメコについて回るだけでなく、こともあろうにオリマーに対して攻撃してくるんだぜ。さっきまであんなに可愛くついてきてたのに。まあ目も完全に死んでるし退職も終わってるからな。しかもキノコピクミンはピクミンやオリマーから、攻撃を受けることにより元のピクミンに戻る可能性もあるが、そのまま死んでしまうことも多いからな。とてもじゃないが4のボケナメコと同じ生物とは言えないぜ。確かに、これはボケ野郎呼ばわりされても仕方ないわね。さて、かつて凶悪すぎた原生生物として最後に紹介するのは、ダマグモキャノンだ。ダマグモキャノンはなぜか機械と融合し、サイボーグ化したダマグモデカ腹部からキャノン砲を発射するぜ。これが凶悪なのよね。一発当たっただけで、ピクミンたちが弾け飛ぶもの。そうだな、こいつはピクミン2にも登場しているが、その時とほぼ同じレイアウトの部屋で土の壁で体を守りつつ、戦う必要があるんだぜ。だが今作には頼れる愛犬ウォッチン様がいるので、2のダマグモキャノンと比べたら難易度はかなり下がってるぞ。やっぱりそうなのね。私は結構苦戦したんだけど、まあオッチンがいると言っても体力が減ると発射弾数が変化し、4分の1以下になると2以上の弾数を発射してくるからな。決して弱いボスというわけではない。しかし、2のダマグモキャノンがあまりに衝撃的すぎて、それと比べたらかすむって程度だ。へぇ、2のダマグモキャノンはそんなに強かったの？強いというか単純に2にはオッチン様がいないからな。だから少しでも足並み揃わず遅れたピクミンがいたら、一瞬であの世に送られてしまうんだぜ。しかもシビレサンダーやセンサー爆弾といった、強力なアイテムは存在しないからな。シンプルにプレイヤースキルが試される凶悪なボスだったんだ。そういうことか。ピクミン4にも凶悪な原生生物はたくさんいると思ってるけど、それ以上に歴代の作品には凶悪を超えた怪物たちが存在したのね。というわけで今回の紹介は以上です。最後まで見てくれてありがとうだぜ。面白かった人はチャンネル登録と高評価よろしくね。それじゃあ、またね。